京都高専行ってみたいと思います。皆さん、設問形式はこういう感じになってるんですが、自由英作文の対策動画は別にございますので、今日は内容1問題全部行ってみたいと思います。ということで頑張りましょう。サメさん、第1段落でございます。こちら問いの1番お願いします。皆さん、ヒントはこのあたりでいけそうですね。ただ皆さん、会社の社長さんだからといって A に行かないでくださいね。つまり、ファウンディット創設したと書いてあるかと思うと、皆さん1行目ですよね。高校卒業後に入社をしておりますので、創設したわけではなさそうですね。ですから正解は B ですよね。印刷会社の社長さんということで問題ないかと思います。さあ、続いての設問ですが、段落は同じですからね、考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、このあたりヒントですよね。ですから正解は C ですよね。スタッフと経営陣の平等性ということで問題ないかと思います。で、皆さん、選択肢 B のトップダウンの話ですが、一応このあたりに書いてはいるんですけども、これですね、否定されておりますので、B はダメそうですね。さあ皆さん、続いての段落でございます。皆さん、注釈このあたりありますので、意識しながら一読をお願いいたします。さあ皆さん、続いての段落でございます。皆さん、注釈一箇所だけついております。で、それを踏まえて、問いの3番よろしくお願いいたします。皆さん、ノット問題でございますので、本文と違うものを選んでくださいね。まずは A ですが、皆さん、日本の生活水準上がってますよ。という話は、ここで書いてますね。で、皆さん、B をすっ飛ばして C に行きますが、日本人が長生きだ。という話は、この四角括弧のところでよろしいかと思います。で、皆さん、D ですけども、リテラシーは読み書きできる能力でしたね。ということは皆さん、このニューメラシーもなんか推測できそうですね。出だしが NUM、ナンバーと同じですよね。ですから数。算数とか数学ですよね。そういう能力ではないかなというふうに予測はできそうですね。で、その話は段落の一番最後に書いておりますね。ですから正解は B ですよね。赤ん坊の死亡率は高いということですが、根拠はここですよね。死亡率は低いということですので、本文と合致しないですね。ですから B が正解です。さあ皆さん、続いての段落でございます。で、まずこの段落でいけるのは、この問いの4番 B でございますので、B だけちょっと検討をお願いいたします。で、皆さん、この伝統的な仕事のスタイルは、皆さん、アウト・オブ・ファッションですね。時代遅れである。で、その話がこのあたりですね。伝統的なやり方を皆さん、リジェクト、拒絶しておりますので、もはや時代遅れということでよろしいかと思います。さあ、先ほどの段落の後半でございます。で、皆さん、C ですね。これが本文と合致するかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、ヒントはこのあたりですよね。不要だと考えられた中年の従業員はファイヤー、クビになっちゃうんですね。ですから選択肢は C。不要だとみなされてしまった場合には突然クビを宣告されるんですね。ですから本文と合致してますね。皆さん D はどうでしょう。で、皆さん自殺率高いですよという話がありますが、段落一番最後このあたりに書いてますよね。ですから本文と合致しないもの。つまり選択肢の A が正解です。さあ、続いての段落です。こちら注釈ございますので、これを意識しながら一読をお願いいたします。サメさん、問いの5番お願いします。まず皆さん A ですが、若者と女性。それが皆さんミレニアム世代とか女性というところで言い換えられてますね。で、皆さん B をすっ飛ばして C に行きますね。で、正社員の人に比べると賃金がお安いと。その話はこのあたりですね。で、選択肢の D ですが、ノンレギュラーシングルインカムハウスホールズ。これ皆さん段落の一番最後ら辺ですよね。で、見ての通り貧しい様子が伺えますね。ですから本文に書いていない選択肢の B が正解です。皆さん、続いての段落でございます。注釈一箇所ございます。さあ皆さん、最終段落でございます。問いの6番をお願いします。皆さん、ヒントはこのあたりですよね。非正規雇用の人たちが 40%。ということはさ、フルタイムの正社員は、もちろん正解は 60% ですよね。これでバッチリです。
サムさんお疲れ様でございました。皆さん内容1問題やりやすい問題が多かったかと思いますが、皆さんレベルを上げてカンカン同率ですよね。このあたりの過去問で練習をしておくと、京都高専の試験当日かなり余裕を持って解けると思います。そして合否の鍵は自由英作文ですよね。で、おそらく皆さんはですね、担当の先生に添削はしてもらってるかと思いますが、添削してもらったはい終わりだと力にならないですからね。ですからその場で指摘していただいた自分のミスに対してですね、これですよね、ノートに書き留める必要性があるんじゃないかなという感じがいたします。で、それを皆さん見直してから次の新たな英作文の練習をすると、これの皆さん積み重ねで試験中点数が取れるんですよね。ですからそのことを意識してですね、今後頑張っていただけると嬉しいかと思います。